水府計算は、水戸藩の藩士の経譜を収録した資料である。収録の基準としては、おまみ城とされている。目録書斎の序文によると、遠方6年に、徳川光国が、山形元に命じて編算させた、水木実録を元にして、元六十四年に、徳川綱いだが、佐野佐成に命じて編算が開始され、教法2年に六十巻が成立した。 その後も幕末まで書き継がれていき、最終的に慶応三年に政編92巻、目録2巻、付録4巻となった。このうち第25、46、47、49、55、56、57、58、59巻は上下2冊、第60巻は上中下3冊で構成されている。なお、第58巻上と、 第61巻は、欠本となっている。内容は、三戸徳川家初代の頼りに最初に付された家臣である、慶長年中奉仕王伏見の輩を冒頭に置き、以降、出資した年号順に、藩主閣家の経図、歴代当主の履歴などが記載されている。原本は、徳川ミュージアムが所蔵し非公開である。茨城県立歴史館において複写版を閲覧することができるが、 副社版は、家営年中奉仕の輩らを収める第88巻までの97冊と、目録2巻、付録1巻である。また、これらとは別に、徳川成明が、合詞、手代、同心、中間、書斎区人、過去などについてまとめさせた、水婦計算付録も存在するという。結婚掲載の書家、水婦計算総目録によって書く家の書題のみ印。色破順。 わぜっけ。第58巻上、第61巻第88巻書斎の書家、掲載順効果年中奉仕の矢から替え年中、奉仕の矢から付録書斎の書家、茨城県立歴史館像副社版による、掲載順、ありがとうございます。